はい、どうも、ジンです。今日土曜日なんですけど、明日日曜で、まあ明日足トレやって、明日終わったらいよいよ残り丸々2週間です。2週間。いや、今週がね、寝れないせいもあるんですけど、地獄のように長かった。地獄のように、今週1週間まあちょっとね、ハード気味に行ったんで、ちょっとすごい地獄だったんですけど、来週なんと、まあちょっとね、最後の動画脱いでるとこあるんで見ていただくと分かるんですけど、どんぐらいかな、まあ、80% ちょっと、よく言えば 85% ぐらい仕上がってきたんで、来週でちょっと95%、水抜き前、カーブアップ前で、まあ、94-5% ぐらいまで持ってって、コンディションをね、ギリギリまで絞ります。来週と、再来週か。再来週の日曜日があの大会なんですけど、19日日曜日です。トレーニングは再来週の木曜日、だから16日までかな、再来週の木曜11月16日まで、トレーニングはちょっとするようにして、で、金曜日、再来週の金曜日17日に、カーブアップして始めて、で、次の日に水抜きして、塩分抜きして、試合当日っていう感じに、予定組んでます。なんで再来週の木曜までにね、ちょっとそれなりに腹筋とね、背中がね、もう 1.5 絞りいきたいかなって感じです。水抜けばね、大会も出ようと思えば出れるんですけど、まあ Twitter とかね、インスタでもちょっと上げたんですけど、やっぱりその下の階級のね、人間とオーバーオールで比べられた時に、その完成度とか仕上がりの部分で、僕はまあ毎年ね、ちょっと仕上がりが甘かったりするんですよね。シンガポールでのマッスルマニアの大会の時はね、結構バキバキで行ったんだけど、やっぱその去年の NPCJ の全日本の時はね、自分でもちょっと甘いなって思いながら出たんで、やっぱりそのオーバーオールで負けたとしても、あ、自分は甘かったしなっていうところがやっぱり妥協っていうかね、ちょっと悔しかったんで、今年はね、下の階級の人間と比べても仕上がりも上で、まあデカさはね、もちろん僕の方が絶対上なんで、上で、審査員がね、僕の悪いところをどこもつつけないようにちょっとしてやりたいなと思ってます。仕上がりもいい、デカさもある、なのに負けだったらね、観客も多分納得しないと思うので、そういう状態までね、自分を追い込んでちょっとね、完璧な状態に持っています。もちろんね、自分の階級175プラスかの階級ではね、負ける気なんてさらさらないんで、僕の階級でね、一緒の方はよろしくお願いします。でね、ちょっと生意気なこと言ったんですけど、そういう気持ちでね、臨んでます今は。まあね、自分にね、やっぱ自信がなければ、自分のことをね、信用できなければね、誰が自分をね、信用してくれるんだって話なんで、自信持ってね、残り来週、再来週頑張りたいと思います。今週ね、正直地獄だったんですけど、来週からちょっとダイエットの方法を変えます。今糖質1日 3-40g ぐらいかな、下手したらもっと取ってないけど、取って、タンパク質中心っていう感じなんですよ。それをちょっと来週から、糖質カーボンゼロ、ドゼロにします。とほぼドゼロ、まあ、野菜とかからねちょっと入ってくると思いますけど、ドゼロにして、ケトジェニックダイエットに切り替えます。要は糖質制限ダイエットに切り替えます。代わりにね、全体のカロリーの、まあ、大体 60% ぐらいを脂肪から取ります。肉の油だったりとか、まあ、なるべく良質な油で取ろうとしてるんですけど、取るようにします。で、そのケトジェニック状態っていう状態に入ると、脂肪燃焼がねしやすい状態に体が入るんで、それをなるべく早くそのケトジェニック状態に移動させます。でそれに移動させるのに、一番ね、通常の10倍ぐらい移行を早くさせるのが MCT オイルっていうオイルがあるんですけど、それももうちょっとゲットしてあるんで、明日か、まあ月曜日かから一瞬でパッとね、糖質ゼロにして切り替えて、アボガドとかね、青魚系の油ちょっと取るようにして、 MCT オイル使って一瞬でケトン状態に持ってきます。でそこからさらに今のちょっと甘い部分、腹筋とちょ、まあ、背中ちょっと甘いなって感じるんで、そこを、有酸素もがっつりやって、トレーニングラストね、来週もゴリゴリに押して気合で絞り込みます。なんで来週ね、さらにちょっと地獄が待ってると思うんですけど、本当にあと2週間ぐらいのね、辛抱なんで耐えます。
で、ね、あの来週から再来週11月ね、まあ来週から末とかにかけて、あと12月か、僕のねアパレルの方の新作もね続々登場するんでよろしくお願いします。今ちょうど着てるのがこれ今新作の T シャツなんですけど、トレーニング用にちょっとストレッチ効いて分厚めのやつに生地にしたんですよ。で、僕のあの株式会社がそれのロゴがあるんですけど、スタイリッシュ&ライフって株式会社なんですけど、それのね、ロゴがすごいかっこいいって僕気に入ってたんで、もうロゴね、これに刺繍にして、これ新作の T シャツです。で、カーキと黒があるんですけど、めちゃめちゃ、生地感も、サイズ感もいい感じなんで、また告知していくんで、アパレルの方もチェックよろしくお願いします。で、ちょっとね顔がね、死んでるんですけど、また食事ねあげたいんだけどね、ちょっとエネルギーが足りなくて、ただね食事もちょっとあげていきたいと思うんでよろしくお願いします。じゃあバイ。Thank you.